俺びっくりしたんだけど、うちの近くにね、なんだっけ、高輪ゲートウェイって知ってる駅。マジでうちの近くに新しくできた山手線の駅が、50年ぶりに新しくできたんだって、俺知らなかったの。で、あれってさ、問題起きなかったの絵で説明していい高輪ゲートウェイがいかにクソかっていう。 <laughs> あれ、マジでクソなのね。あのさ、品川ゲート A の、ゲートウェイの駅がここにあるじゃん。で、電車の、まあ、ちっちゃいんだよ。で、片方しか入り口がないので。要は、こうやって横切って反対側に行けないの。ぐるーっと回らなきゃまずこっち行けないっていうのがクソじゃん、この時点で。しかも、長い電車、京浜東北の11車両とかが止まってると、もうね、 ケツが品川駅ついてんの。ねこれ意味あるねこの距離が短すぎて、こ長い京浜東北の11車両のケツがもう品川駅ついてんの。ねこれあれ何のために作ったのトミーはさ、反対しなかったのあれに。俺が気づいたら反対してたよ。品川駅ついちゃってんのケツが。あれ、誰、誰がゴーサイン出して作ったの ほんと、マジでクソなのね駅前になんか建設してるって言うでしょ駅前にあるのはモンゴル、なんかモンゴル人の、なんか遊牧民のテントみたいなのが10個貼ってあるだけで、半径500メートルなんもないんだよ。ゴミだよ、あらっきゅうって。ただおそらくあれに1000億くらいかけてるんでしょで、おそらく時期的にも、 ええー、オリンピックがアーダーコーダーって立てたんでしょあれマジで大失敗だからね。あれすげえよ。俺はさ、あの、その頃多分まだ、今年の3月かなんかにできたんでて。で、まあ、着工したのがおそらく1、2年ぐらい前でしょ俺その頃別に、あのー、港区民じゃなかったから、俺新宿区民だったからどうだろうんだけど。<laughs> 駅要望あったのあそこで、品川まで徒歩五5、6分だよ、あれ。 10分かかんないよ。いや、いらないって、あの駅もったいないって。いや、五反だと品川の真ん中じゃない。品川駅の徒歩5、6分のところにできてんの。あれ、いらない、いらない、ほんといらない。で、地図見てみて、ほんとに、見えるんだから。 京浜東北の11車両目が品川駅ついてんだって俺ついてんじゃんって俺誰もいないゲートウェイで一人で抗議してたんだよいや、ついてるじゃないですかって。あ金梅がハムスター死んでた時と同じ気持ちで。ついてるじゃん、これ。小池ゆり子、いや、やだ。あのババアクソ怖いから。俺、小池ゆり子会ったことあるけど、あの、本当にオーラで殺されかけたの。俺、一時期白髪だったのね。 王、王の王宮に入り込んだノブと一緒で、小池由り子の近くに寄っただけで俺白髪イレになっちゃったの。まがまがしいオーラを放ちすぎてて。で、絶対問題起きてるよと思って枠手で調べたら、一番、炎上、案の定炎上してたね。品川ゲートウェイ駅、スペース炎上出てきたらパッて見たら、フォントがダサいって書いてあって。<laughs> フォントがダサいって書いてあった。 品川ゲートウェイ駅はフォントがダサいで炎上したらしい。ついてんだって本当に。京浜東北線の、ついてんの11車両目が。本当に。そんなフォントとかじゃないの。品川駅についちゃってんの。だから、あのさ、渋谷駅の、何口って言うっけ恵比寿川の駅、東南口っていうの。と、八甲口ぐらいの距離感なの。わかりやすく言うと。しかも、 周りに何にもないから、使ってるやつもマジでないの。新新南口か。あれ、笑ったわ。